宮崎健介です、えー、僕は壁画アーティストをしています、えー、世界中にいろんな場所にこう壁画を描く活動をしているんですけど、まあ、僕がそ,れその活動を始めたきっかけになったのが、えーまあ、ケニアの小学校に壁画を描きに行ったことがきっかけになったんですけどもともとずっとアトリエで絵を描いてたんですけどなんかそれだけだとあまりにも世界が狭すぎるなと思ってなんかそういう場所で あの一緒に絵を描くことで世界を自分の世界も広げたいなというふうに思って描いたことがきっかけでしたでそれ以来あのいろんな人と一緒にせ作品を制作するということが面白くてそういう活動していますで環境について思うことはあの世界中のこう大人たちがあの子どもたちにあの素敵な環境を残してあげることは義務だと思うのであのみんなで頑張っていければと思います